はい、どうも、ホッシーです。こんにちは。今回ですね、質問にあった、センターですね。センターの、まずは、多分、両手スナップ。雨の日に出す両手スナップのショットガンということで、まずね、それをやっていきたいなとは思うんですけども、このね、両手で投げるって結構、私はね、雨の日でも片手で投げる方もいると思うんですけど、まずね、雨の日っていうのがですね、本当ターンオーバーバトルになると思いますので、まずは正確にブロックよりも正確にまずはクォーターバックにボールを渡すということを最優先してくれたらなと私は思っていますね。もうね、私もね、すごい台風の日とか何回もやってきましたけど、確実にもうね、ロースコアゲームになります。そこでスナップミスしてボールを取られてしまったら、はっきり言って試合もう結構負けてしまう確率が高くなってしまうので、確実にですね、ブロックも大事ですよ。ブロックも大事なんですけど、ブロックもちゃんとするんですけど、しっかりスナップをクォーターバックに渡した方がいいかなと思いますね。でね、皆さん雨の日にすごいね、エクスチェンジがいいのかショットガンがいいのかっていうね、質問も結構あるんですけど、確実なのはショットガンの方がリスクはないかな、逆にリスクないかなと思いますね。エクスチェンジの場合はね、手渡しなんで滑ってしまうと、クォーターバックが滑ってしまうっていうのもあるのと、そこでね、ボールを落とすとすぐにね、ディフェンスラインが近いので取られてしまうということも頭に入れないといけないなと思います。本当ね、全体開幕した時って雨が多かったので、そういう質問があったのかなと私は思っていますね。そうですね、皆さんどうですかね。リーグ戦開幕して毎週毎週本当面白い試合が多々あってですね、アメリカンフットボールの魅力っていうのをね、私はもう、ライブ動画を見ながらもう楽しんでいますが、うまくいくこともあればうまくいかないこともありますね。それはね、もうね、スポーツなんで相手がいるので、もう勝敗っていうのはついてしまいます。ただね、やってきたことを信じて最後までやるっていうのが私は一番かなと思いますし、こう相手がいるからって何かね、余計なことをすることもなく、やっぱりやってきたこと、それは何かと言ったらファンダメンタルですよ。基本ファンダメンタル以上のものはないので、必ずね、皆さんね、ピンチの場面、大切な場面来た時に頭の片隅にファンダメンタル、という言葉、これ絶対忘れてほしくないかなっていつも思ってます。ファンダメンタルが最強の武器というのが私は皆さんにいつも伝えている言葉なんですけど、ね、相手が強いからって余計なことはやらず、ファンダメンタルが最強なんです。基本が最強です。だからこそいつも私の動画でよくやってるんですけど、基本、テクニックは後でいいと思うんです。まず基本をしっかりやりながらですね、やっていけたら多分ね、いいプレーができるかなとは思います。いやー、もう本当、もう毎週楽しく過ごさせていただいて、アメリカンフットボールやっぱいいなって私はもうつくづく思う今日この頃です。じゃあ始めていきますんで、よろしくお願いします。久しぶりじゃん。久しぶりっす。相変わらず変態してんの。変態、はい、してます。はい。じゃあ変態のカジ君に聞きます。今日満月なんですけど、はい、満月といえば。満月といえば。もう一回撮ってもらっていいですか。いや、それはないわ。待って、マジでムズすぎる。満月は無理や。満月といえば。満月といえば。マジでもう一回お願いします。いやです。もう一回だけ。今日満月なんだけど、満月といえば連想するもの何？満月といえば、満月といえば、すごい綺麗じゃん今日。はい。狼ですね。狼。はい。満月といえば。うさぎ。うさぎ。うさぎ。はい。お願いします。よーし。今日はね、ちょっと質問にあった雨の日のショットガンスナップ。雨の日でもほら雨人あるじゃん。あるよね。はい。あります。これ全センター？はい。はい。センター、センター、センター。はい、違います。違うよね。はい、違います。ポジションどこ？ノーズ。自分もノーズ。ノーズ。雨の日、じゃあ待って、こう
センターに対してどういうアタックしてるの？ノーズガード来たよね。はい、うん、どういうアタックしてるの？僕はいつも通りファンダメンタル。ああ、なんか雨の日だからボール奪ってやるのか、それない。そうです、あんまりそれダメだと思う。だってさ、センターってさ、雨の日ってさ、もうスナップ優先になるじゃん。だからなんかどっちかっていうと当たるのは結構ね、二の次になるんだよ。知ってた？知らない。まずはベンチ120キロ上げて。それは、ね、そう、先輩頑張ってほしい。頑張ってほしい。やかましいよ。あれは、いやでもすっげえ寒くなってね、もう、はい、だって今日俺朝さ、車中毎週ここ来るときさ、車で止まってんだよね。朝寒くて起きたもん。鼻が痛くて起きたから、もうだいぶ寒くなったんですけど、じゃあでも寒いけど、ちょっと嫌かもしれないよ。君たち嫌かもしれないけど、ボール濡らしてやるよ。はい、冷たいけど大丈夫。はい、じゃあやっていきますんで、よろしくお願いします。はい、そしたらね、ボールにこれ、水をね、かけてやるんだけど、どうしたんでしょう。いや別に、だってね、これなんかお前、スポンサーとかどっかついてんの？いや大事なやつにラベル外さなくても、あ、ごめんな、気になっちゃったラベル。外した方がいいのこれ？あ、大丈夫じゃないですか。いやもうなんかそんなんでいいから全然。別に俺、別に色外すとか別に映ったって別に問題ないでしょ。まずい、まずいとかあるんで。あの、すいません、なんかすごい気にしてくれた方がいて。はい、じゃあこれに水をかけていくんだけど、まず水をかける前に、じゃあスナップやってみよう。ちょっと待っていい？じゃあ雨の日どういう感じで持ってる？そう、まあこういう感じで、ね、左手はもう添えるだけだよね。はい、添えるだけでじゃないですよ。で、行こう。OKOKOK。じゃあ島川君。で、こう、上に行こう。まあちょっと早いね。雨やったらもう、雨の日は絶対速い球はダメ、NG なんで、あのちょっと名前忘れちゃったから、柿本です。あ、柿本くんね。みんな持ち方一緒でね。で、こう俺にこう、 OKOKOK。 もう回転はね、どうでもいいんで、ちょっと待って。あ、じゃあちょっと待って、うん、俺もそうなんだけど、普通に持つ持ち方にプラス、なんでかっていうと、ブレないように手で押さえる。片手だとつるんっていってしまう。でもね、絶対雨の日にグローブしないでしょ。雨の日、はい、雨の日グローブしないの、はい、グローブしたら大変なことになりますんで、片手でこういう風に持って、このままヒュッて、もう回転なんか何でもいいんで。そしたらですね、じゃあ佐々木君にやってもらいましょう。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあお願いします。濡らします。いい、冷たいけどいい、はい、ちょっと待って一回ちょっと。はい、レディー、オッケー、ナイススナップ、ナイススナップ、いいじゃん、いいじゃん。はい、縦回転でも何でもいい。じゃあ、はい、柿本です。ちょっと、手をよく見てもらって、こんな感じで、雨の日こんな感じだよね。そうっすね。はい。レディー、セゴ。オッケー。じゃあ、島川君。一番下手だよ、いや、一番うまい。はい、お願いします。レディー、セゴ。オッケー、な、え、めっちゃうまかった。めっちゃ、ちょっともう一回、めっちゃいい気合いで。あれ、ただ雨の日は思いっきり投げたら今度 QB が取れない。絶対にこの胸よりも上に投げないことな。でワンバンだったらなんとかなるじゃん、はい、うん、どうせこんなさ土砂降りになったら、なんかボール落としたチームが負けるんだから、ボールを大事に。ちょっと島川君のすっごいうまかった。お願いします。えい、セゴ。めっちゃうまい。ちょっと後ろから撮ってみようか。待って、これまだいけるかな。超うまい。そろそろ見せる。やばいよな。いや、すっげえうまい。レディー、行くよ。うまい。え、ちょっと待って、ちょっと説明ちょっと。ないな。ちょっと聞こう。ないな。これ、俺なんかよりも、自分なんかよりも全然うまいわ。え、どう何意識してんの？いや、できるだけ指かけて、うん、こっちの手は絶対にこう滑らんようにして。うん、まあ押さえるだけで、でこっからどう話してる？両手でっていうよりは、うん、なんていうんですか、抜くっていう感じかな。ああ、抜く回転とかじゃなくて、え、だからこっから別にこう、え、でもこれ回転だよね。かけない感じなのね。いや、ここ難しい。ちょっと上からできるイメージ。回転してるよね。こうな、いや、上から投げたらそれはこうなる。それは確かにそうです。ちょっともう一回下からいい。
よく、いや、すごいうまい。でかっ。お、うまいね。回転どんなの？いや、超綺麗。と思って思った。意識してやよ。いや、なんでこんなうまいの？あ、でかっ。あ、ごめん、インスタ。あ、ちょっと上行って、上行って。これを絶対やっちゃいけないな、はい、上に。いや、自分なんかよりも全然島川くんのがうまい。これは今日すごい。雨の日は全部島川くんにやってもらおう。うちのチームは。それが一番安全だよね。で、さっきも言ったんだけど、胸より上に投げると絶対危険だよね。で、左手も支えてるだけでしょ、はい、イメージは。普通のショットガンに対してこっち支えてるだけで、ただヒュッと渡す感じ、はい、うん、渡す感じ。もうスナップファースト、絶対。これ忘れてしまうと大変なことなんだよ。で、今後まあね、雨降った試合って絶対あるじゃん。ね、はい、その時にね、エクスチェンジよりもショットガンの方が安全だから、ショットガンで確実にね、ゴロだったらいくらでも取れるけど、ホームランだったら取り合いになっちゃうからさ、絶対になるべく低い球投げましょう、はい、今日ね、月すごいよね、満月、はい、見えますかね、皆さん、なんか満月といえば どんな、何を思い出すの？三日月だって、なんで満月で三日月だろう、それはおかしくない？なんか満月だと自分の中でどういう感じなの？うさぎですか？満月だと。満月ですか？うん、ドラゴンボールの大猿ですか、ね、ああ、満月だぞ。やっぱマクドナルドの月見バーガーです。あ、それは合ってるよな、月見バーガーいいね。でも、もう終わっちゃったでしょ、月見バーガー。終わっちゃいましたね。残念だよ、満月といえば。満月といえば、狼ですね。狼狼男です。でもさ、満月で本当に狼と吠えてるのかな。わかんないっすあれも都市伝説じゃねえかって思うんだよね。あ、そう。じゃあ今日は満月なんで、一体どこ行くの？そうですか。どこも行かない、はい、ね、満月だけどどこも行かない、そうです、はい、満月だけど、満月だけどどこも行かない、満月だけどどこも行かない、あすげえつまんないじゃんこれ会話的に、はい、はい、じゃあ今日はそんな感じで終わるんですけど、本当ね、なんかちょっとこれ説明難しいんだけど、まず両手で持ってフッて投げるということを今日伝えたかっただけです。はい、じゃあありがとうございました。よっしゃ、チャンネル登録よろしくお願いします。